共産で東京・千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしますそれで <laughs> おかんといえばねそうおか俺もちょっとおかんの話をしたいなとあったのがあのこの間久々にそのおかんがその東京に来てあのまあうちにねちょっとこう僕の家に来てくれてであのなんかこうまあ久々にしゃべろうかじゃないですけどで片付けとかもちょっとこうしてくれたりしつつ。 で、お久々やな、なんて思いながら、ありがとう、つって、あの、じゃあ、あの、明日夕方行くわね、みたいな、こう、メールでやりとりをして、で、まあ、その日僕は、あの、さっき仕事があったんで、あの、僕が帰る前に、あの、おかんが先に、こう、家であの、ちょっと、こう、掃除とかしてくれてたみたいな。ほんで、家帰って、あのただいま、元気、みたいな。で、部屋帰ると、やっぱこう、おかんがいると、こう、一気にちょっと、こう、匂いもなんか、あ、ご飯のちょっと、なんか作ってくれてんのかな、みたいな匂いもしつつ、 で、なんかこう、やっぱ普段自分やとちょっと片付けれないところとかも綺麗になってるから、なんかわ、気持ちいいなぁなんて思いながら、ありがとう、つって、で、ああ、お帰り、みたいな、仕事どうだったみたいな、あまあこうでこうで、みたいな。で、こう、何気ない会話をしてるんですけど、あのー、僕はほんと一目で、一つこう、気になることがありまして、その、まあ、おかんがね、その、着てる洋服が、 まあそのパーカーなんですけどそのなんて言えばいいのかなそのまあ僕の僕のねそう僕の洋服を着てるんですよおかんはまあきっとそのあのまあオも仕事から帰ってきたからあの片付けるたりごなんかご飯用意するためにちょっと着替えたんでしょうね僕の服をその辺にあった服をねただそのパーカーはあのほんと簡単に言うと 本当にすごいヴィンテージの <laughs> うんそうなんですよすごいヴィンテージのやつであのちょっとやらしい話ですけど本当ト8万とかするようなあの <laughs> やつなんですよそのまあ確かにもう,もうあのボロッボロですよもう見た目はもういろんなところ切れてるし破れてるし糸もほとげてるしただそのねあの菅田将暉洋服好きですからその そういう、なんていうのかな変な話、ちょっと、あの、おかしな話ですけど、着る用の服じゃないんですよ、もう。わかるかな資料用っていうか、その、<laughs> そう、自分が着る服衣装として使う服と、あとなんか、ま洋服作ったりもするから、資料用みたいなものもあるんですよ。なんかまあこう、チャンピオンの割と初期の方のパーカーみたいなね。で、ちょっとタグが、あの、原稿のものと違うみたいな、いろいろね、細かい、あるんですけれども。で、お,ーいおー、ええー、の着てるな。<laughs> えらいおかえー、の着てるなぁと思って。<laughs> なぜ、なんで、なんでだなんでそんなことになったなんでこの変な話、俺の家の中で一番価値のあるような、なんでそれを着るようになったみたいな。で、よう考えたら、俺、俺が悪くて、その、最近なんですよ、それを買ったのはね。ほんで、あの、うわーいって、僕も割とずっと欲しかったやつでもあるし、それこそなんかあの、あるでしょその、あの、なんか、ナイキとかチャンピオンとかのその、なんか、図鑑みたいなさ。 そのタグがこういう風に変わってって、みたいなところにも下手したら乗りかねないようなやつなんですよ。俺としては、わーっていう、やっとなんかちょっと欲しかったなっていうのもあったから、で、あの、気に入ったやつ手に入れたし、つって多分俺はそのソファーに置いてたんですよ、それを。買った直後に。だからきっとおかんは、あの、寝巻きとかで <laughs>、俺が着てたのを脱いで、そこに畳んで置いてやったような、こう、ボロボロのやつっていう、その、 なぜなら、その、ほんと、見渡す限りでダントツでボロいから。<laughs> <laughs> よれよれやし。もう、うすうすの。<laughs> で、うわ、どう、どうしようかなって、その、なんて、本当に嫌なのよ。他 <laughs> かんには本当申し訳ないけど、本当に、いや、多大なる感謝しかないよ、基本的には。 せっかくね、来てくれて、掃除もしてくれて、いろいろやってくれて、でね、わざわざ会いに来てくれて、ご飯も作ってくれて、いや、嬉しいし。めっちゃ感謝してんねんけど、本当に嫌なのよ。<laughs> <laughs> そこに関しては、申し訳ないけ本当にちょっとね、本当に、そこだけなんやけど、本当。で、そのね、言うわけにもいかないじゃないですか。そのね、 脱げえって言うわけ行、ね、<laughs> かへん。ただテンションとしてはそうなんや。ちょっとなんか切れそうやわ、みたいな。<laughs> いや、切れたか、切れたか。<laughs> なんで、なんで俺アカンアカン。何を切れそうやわ、とか言うてんね <laughs> あかん。アカンアカン、ちょっと心の中で謝ろう、みたいな。ごめんなさい、みたいな。とはいえなあっていう。ほんでね、その、ご飯食べたみたいな。あの、あ食べてないみたいな。お腹空いたみたいな。で、ありがとう、でもうちょっとでできるね、って。あの、 まこれもう運が悪いよりによってそのなんか汁物を炊いてるんですよ <laughs> なんか炊きよるんですよ <laughs> 汁は飛ぶぞ汁は飛ぶぞ料理中の汁は一番飛ぶぞ <laughs> ほんでしかもそのなんならねその細かい話あげる袖をガーンやってるんですよこう腕まくりを腕まくりすなと思いながらも <laughs> ただでさえリブぐにゃんぐにゃんやのにも かわいそうやなとか思いなと思がら <laughs> どうしようかなでも言われへんしつってまあ喋っててであのまあご飯できたよつってあのまああのえそのねもちろんおかんも食べるわけですよ、うん、それはね二人で親子の食事ですからね、うん、で、まあ、もちろんあのおかんはパーカーを脱がないわけですよ <laughs> そりゃそうやわねうんそうやなーつってまあ食べ始めてただまあめちゃめちゃおいしいですよ そのな結果その何かっていうとその炊いてた汁はその要はつけそば的な <laughs> 運が悪いですよね僕もねつ <laughs> けそばですよ、ええ、もう汁なんて飛ぶに決まってるから <laughs> 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 そっかつけそばかただまあ、うん、美味しい食べながらね、まあ、めちゃめちゃあったかいな美味しいな で、何やろう、その、飛んで、飛んで欲しくないっていう気持ちが強いと、俺までゆっくりなんだよね、あれ。<laughs> なんか食べんの、俺までそろりとこう、なんか <laughs>、あなん,なんやろうな、なんか、うん。俺がガー行ったら、かカもガー行きそうやから、なんかこう、なるべくこう、言葉、喋るの多めで。なんか <laughs>、みたいな。で、こう、あの、味薄くないみたいな。途中で、ね、言われたりして。いや、全然全然全然,全然、あの、で、 もし薄かったらこの醤油足してね、みたいな。醤油を足す。<laughs> 醤油、大丈夫、大丈夫、大丈夫。全然、全然。俺、その、この間までダイエットしてたから、薄味すっきゃね、みたいな。<laughs> いや、ほんまに美味しかったし、っていうのもあるけど。で、まあまあ、確かにそっか、そこでその、いろいろ思い出したのが、洗濯ってね、やっぱり、あの、難しいじゃないですか。その、まあ、俺もちょっと特殊な仕事してるっていうのもあるし、あれやけど、昔、例えば、 あの、いわゆるその、リジットデニムっていうんですかね、その、加工されてないジーパンいわゆる市販のこう、加工されてるジーパンっていうのは、洗ってもそんなに縮んだりとか、ほつれたりとかしないし、やけど、その、リジットデニムみたいな、その、加工されてない状態の、まあ、ノンウォッシュデニムとか生デニムとかいろいろあるんですけど、あの、やつって、要はその、自分で育てていく系、ジーパンとかって、ね、学生の頃とかって、ちょっとこう、自分で育てていこうみたいな気持ちで買った時があったんですよ。 気がついたら現れてまして、もう左右長さ全然ちゃうみたいなことになったりもする、<laughs> したから、いやーそっか、洋服ってそうやわなーって難しいわ、特に古着とかなんてねって思いながらも、もう常にその、いつ言おうかなっていう。<laughs> どうしようかなーなんて思いながら。<laughs> まあまあまあ、でもこう、久々にいろいろ楽しくも喋れて、あんまね、なかなかそういう時間も取られへんから、まあそれはいい時間やったんですけどね。 あの、それさえなければ。<laughs> <laughs> ほんで、まあ、あの、喋ってて、あの、一緒にまあ、そっからご飯食べた後もまあ、片付けね、ちょっと二人しつつ。で、あの、じゃそろそろお母さん帰ろうかな、つって。あーあー、そう帰るそっかそっか,そっか。ありがとうありがとう。あ、じゃこれで脱いでくれて、あの、もうこれで終わるというか、このなんかね、 俺も変なんかこの1個だけずっと気にした状態の緊張感っていうのはまあ疲れるもんで終わるなと思ったらおかんが帰り際に「ま、さきっつって「このパーカーもらっていい?」もらってはおおおーお,ーお,ーおーな,なんで?」いやこれめっちゃ可愛いね」っつって「あいやそういやそうめちゃめちゃ可愛いんやそれはめっちゃ可愛いからな」とか思いながら。<laughs> いやそののなんかあのー あの、普段その、仕事じゃなく、家でこう掃除したりするときにも、あの、パーカ欲しくてみたいな。い,いえ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 もう、全然その他にもいっぱいある。そう、全然、そう、そういう使いようった他にもいっぱいあるから。<laughs> それじゃなくていいねんな。だから,でも,だからもらっていいっつって。うん。だから僕は、あの、本当に、ね、あの、いや、全然ええよって。言いたかったですけれども、そこは、やっぱ、 事実は一回おかんに伝えななと思って。まあ事実っていうか、うん、俺の正直な気持ちをね、やっぱもう26にもなったし、おかんにやっぱ嘘つきたくないなっていうのもあったから。あの、あかんと。えあかんなんで高いねなんぼうん、10万ぐらいってちょっと嘘ついて。<laughs> 須田まさきです。この時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。えー、リアクションいただいてます。ラジオネーム、にょうみ。須だくん何がヴィンテージやねん。お前は母親に、これまで26年もの体を育ててもらったんやろ。お母さんにとって、お前には値段もつけられないプレミアもんやぞ。8万のパーカーぐらい醤油ジャブジャブ,ジャブしてガハハと笑え 本当おっしゃる通り本当にグーの音も出ませんわ本当おっしゃる通りいや本当にええ、あのホン帰った後、ね、あのねやっぱあのパーカーを手に取るとオカンの匂いがちょっとついてるわけですよ反省しましたね、うん、本当にごめんなさいってありがとうってちょっとなんかこう涙出ましたもんねなんかねこうああそっかって何を俺は小さいことで生きり立ってたいええ、おっしゃる通りでございました この時間は、菅田将暉のオールナトニッポンをお送りしています。そろそろ1時間ですね。えー、リアクションいただいてます。ラジオネーム、ピーチ店。菅田くんのお母様おお。あ、先ほど僕があのー、おかんとのエピソード喋ったからですかね。はい。菅田くんのお母様僕のパーカーいりますか <laughs> <laughs> おお、どうした文化祭で作ったやつなんで、青春一瞬、ダチ一生って、習字で書かれてるんですけど、それでよかったらぜひ、 非売品ですよ <laughs> いらないですえー、大丈夫ですよ。おかも多分、いらない、欲しがらないと思います。あの、うん。ちょっと言い方悪いけど、文化祭で作ったやつはやっぱこの世で一番ダサいですからね。<laughs> えーえー、いろいろ他にもリアクションをいただいてます。えー、ラジオネーム、おばかさん太郎。あの、須田くんのお母さん。あすごい。今日はうちのおかんへのメールがね、いっぱい来てます。あの、須田くんのお母さん。 僕の2年の時のクラス T シャツ、いります <laughs> いらないですよ。クラス全員の名前が円になって <laughs>、円になって印刷されてるんですけど <laughs>。あ、ちなみにあだ名です。うーわ。めっちゃわかるなぁ。なんかヨッチーとかなんかミッキーみたいなね。なんとかちゃうみたいな。<laughs> よろしくお願いします、えー、大丈夫やと思うよ。うん。キリないしね、それでもらってったらね。気づいたら、うちのおかん、全国民の、なんかね、知らんやつらのクラスティスいっぱい持ってるって。<laughs> なんか変な趣味になっちゃうからね。うん、大丈夫ですよ。えー、他にも来てます。ラジオネーム、それいけ、残飯パンマン。須田さんのお母様、ピコのパーカーいりますか が抜けてて取れて一生結べなくなくますけど <laughs> 2,000円でいりますか <laughs> しかも売るんかいなピコのパーカーでもちょっとなんやろちょっと欲しいなピコのパーカーちょっと俺一回こう来て鏡の前に今ちょっと行ったい感じするなうーわーなんかフラッシュバックしてきたななんかピコのパーカーね何でしょう 流行りっていうか世代っていうかね、みんなピコのパーカーか、ストゥーシーか、みたいな。<laughs> <laughs> でしたよね。エビスのジーパン履いてみたいな。うーわ、懐かしいなぁ。ちょっとなんかいい,い,いの思い出して。でも、あの、いらないです。大丈夫です。はい、大丈夫です。<laughs> えー、他にも来てます。えー、神奈川県ラジオネーム、ポテチ食べたい後モテたい。須田くんのお母さん、こんばんは。<laughs> 僕の高一の時のクラス T シャツを引き取っていただく、えー、メールしました。表面には、トイストーリーのロゴをモチーフにした、ジョイストーリーという <laughs>、というロゴが入っています。これは、えー、このクラスで楽しい物語を作ろうという意味を <laughs>、込められて作られた T シャツです。背中には、クラスみんなの顔写真が入ってます。 気に入ったら連絡してくださいこれはやばいな<あ> <laughs> これは今までで一番やばいなやばいなまだまだ円形円形で手打っといた方がよかったな名前円になったやつで手打っといた方がよかったなジョイストー <laughs> いやー素敵やけどもねうんそれでもやっぱ自分らで持っとかんと、うん、そうよいやそうよもったいないよそんないいのあげたらも もったいない。ちゃんと思い出なんやからさ。ねちゃんと楽しい物語作ったわけでしょねえ、顔写真。だって、俺のお母の顔写真ないわけないやから、そこに。それもちゃんと、うん。持っとき、持っとき、その、もったいない、もったいない。お母はね、いいって言ってかもしれんけど、やっぱそのね、青春一瞬、脱ち一生言え。Yeah. <laughs> <laughs> ラジオネーム <laughs>、ブルブル。須田さんのお母様。 僕が修学旅行で函館に行った際赤レンガ倉庫で買ったプーマのパロディ T シャツクーマをあげます <laughs> 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 あれだークーマな <laughs> これで夏場の家事はかどりますよー <laughs> そんないやいやいや喜ぶかもな、うん、どっちかっていうとこっちの方が好きかもしれんけど、うん でも大丈夫。T シャツはあるからうん T シャツはあるある全然ありがとうありがとう大丈夫ようんてかお前もモテ余してるやんけちょっとそれ <laughs> <laughs> 家帰ってからなんでこれ買ったんやろなっていう <laughs> 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 まあまあでも、うん、大丈夫ですよそんな気使わんでもあのあの大丈夫俺があげるからそう俺があげるから大丈夫。みんな大丈夫優しいなえよえー、よええよ大丈夫そんななんかわあ優勝しました ありがとうございます、本当本当にありがとうございます全ての人に感謝してますはい、やっとやっと優勝できました菅田将暉の「オールナイトニッポン」優勝できました